がとうございます。あと残り4枚先にサインをしていただくということですので、逆で逆渡すの、走行で、あのエンジンからものもうもうと白煙を上げて止まりましたよね。でしたね。もしかしたらエンジンじゃなくてターボのトラブルでタービンにオイルが入って煙がいっぱい出たのかもしれないですね。さて、Sロード GTR がやってまいりました。このままですと Q1 敗退、佐々木大樹最後のストレートです。GTR はディジョンが現在2番手、それから100キロ半で無限 CRG 現在トップ、入れ替わった、入れ替わりました。 Sロード GTR39 秒478トップに立ちました。さあ関口が今行きました。タイム更新して 32.6 という中盤のタイムが出ました。84キロのハンデを背負っています。鈴鹿1000キロは2位フィニッシュ、ついにポイントリーダーに躍り出ました。モチュール GTR ニスモ、しかしながらこのまま行きますと Q1 敗退となります。柳田どうだ、柳田どうだ、来る、ああちょっと取んなかった。お尻振りながら星野が来ました。さあトップは初音ミク BMW 片岡のタイムです。39秒598、星野が来ます。セクターワンツー快調にペースを刻んでいます。さあトップ来た、トップ来た、 GTR がトップに来ました。55号車どうだ、今行ったぞ、あトップ、トップに来ました。富山ここまでのアタックの流れは悪くありません。これで34秒、あ33秒、来た、33秒が来ました、33秒06。にさあみんなスイッチを入れます。32秒台、あーとレイブリック32秒889、午前中のフリー走行がね調子よくて、で午後の予選もに向けて、ね、いい感触があったので、このちょっと、ね、今回の予選は非常に悔しいですね、残念です。タイヤとか、ね、車のパフォーマンスは良かったんですけど、まあ、ちょっとそれを、ね、うまく 100% 引き出すのにちょっと失敗しちゃったのかなと、自分の中でちょっと反省はいろいろあるんで、ウェイトはですね、全車の中で一番重いんですけど、まあ、ただ今回チームもそうですし、ミシュランタイヤもね、そのウエイトのね重さを感じさせないようなね、パフォーマンスのマシンだったりタイヤを用意してきてもらってるし、まあ、あと明日天気がね、まだ決勝のレースはね天気がまだそのドライでいくかウエットでいくかちょっと微妙なところなんですけど、
まあ、結構僕らとしては少し雨が降ってもらってレースの展開が混乱した方がねチームとか総合力を合わせて上位に行けるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただドライでもね、僕たちねまだ今日レース終わったわけじゃないですし明日に向けてまだまだ、その諦めていませんので必ず明日もねいい結果残せるように全力で、諦めずに最後まで頑張っていきたいと思います。まずあの朝のフルソコで車の調子ねあの重いのにハンディウェイト重いのにまあ良くてで予選に向けて、まあ、まずあの Q1 はあの柳田選手が乗ってて、まあ、すごい自信ねあの Q2 に行ける自信すごいあったんですが、まあ、あの最終的にねあの9位になったんで、まあ、ちょっとねやっぱりちょっとがっかりの部分があるんですけど、まあ、でもねあの一番重い車だから9位ねそのもう一度考えると悪くないと思うんで、まあ、明日はね9番手からスタートして、まあ、天気はね雨降る可能性が高くて、まあ、あの諦めないで最後までなるべく多くのポイント取って頑張っていきたいと思います。朝のフリー走行ですぐトラブル出てしまって、まあ、エンジントラブルで、まあ、メカが本当ギリギリ間に合うか間に合わないかのところをもうずっと、ね、必死の作業で直してくれたんでなんとか予選ギリギリ間に合ってで大輝も Q1 トップ通過してくれてもう本当にそのメカに応えたくてチームに僕もなんとか頑張ったんですけどもう自分のアタックはもう本当結構完璧に近いアタックできたし、まあ、満足のいくアタックだったんですけどもね、まあ、何せ CRG ハイブリッド勢がいつも Q2 ものすごいモーター使って速いんで本当それ1台に負けてしまったんですごい悔しいんですけど、まあ、2台の間にホンダに割って入れたし、まあ、1周、ね、ハイブリッドに勝てなくてもあの明日は違うストーリーなんで、まあ、2位に入れた2位になっちゃったのは悔しいんですけど、まあ、決勝2位スタートというのは悪くない位置なんで、まあ、なんとかあのポール取れなかった悔しさとあのチームに報いるために、まあ、明日に向けてこれからデータ見直して頑張りたいと思います。はい、まあ、内心すごい焦ってもう時間足りるかなっていう勝負だったんですけどなんとかつなげたんでよかったです。まあ、本当にいろんなことがあったんですけど、まあ、チームとしてはどんどん上り調子で、まあ、メカさんも頑張ってドライバーも頑張ってなんとかつないだ2位というポジションなんで、まあ、そのポジションも大事にしつつ、まあ、前には1台しかいないんでなんとかその車に勝てるようにうまくレースを運びたいなと思ってます。とりあえずねあの今シーズンあんまりいい結果が出てないんですよね。走りはここのとこ2戦すごくいいんですけどね なんとなくこう運が悪いっていうかね、うん、だから今回はもう結果出さないとまずいなと思ってます。まあ、全員で表彰台の一番上に登ろうと思ってます。